皆さん、こんにちは。ライハックを探求するフリーランスのリンダマンです。この放送では未来が楽になるライハックの生き方術を軸に、お金、SNS、自由になるマインド、子育てからの気づきなんかを発信しております。えー、今日のテーマは2023年はまるをやれということについてお届けしていきたいんですが、まずは皆さん。 新年明けましてお僕はもう去年の年末からですね福岡の実家に帰ってきていましてまあ静養しておりましたあのー、今年からですねまあこの YouTube とラジオをどうやっていこうかなとまあ年末考えていたんですが、あのー、毎日配信をやめてですね不定期配信に変えます あの聞く方も配信する方も誰ちゃったらこういうのって面白くないんでもう本当に伝えたいことがあるタイミングで皆さんに伝えた方がいいなということでまあこれって思った時にだからもう朝とか夜とか決めずにねあの皆さんもぜひ通知設定をしていただいて皆さんのタイミングで聞いていただきたいなと思うんですであのまあカチッとねしたコンテンツを配信するよりもやっぱ僕あのこの本当の未来を変える 情報っていうのは、なんか雑談の中にしかないと思うんですよ。例えば今もね、こうやって俺が今考えながら喋ってるじゃないですか。この、あ、リンダマン考えてんなっていう、ここもすごく重要なことだったりするわけですよ。でもやっぱりこう YouTube とかにしちゃうと、ジェットカットって言っていらないところ全部、ブレスとか行き継ぎも全部切っちゃうんで、あの、まあ、無駄を省くじゃないですか。でもなんかこの無駄なところに無駄じゃない本当の何かがあったりするから、 まあなんかカチッと決めすぎたコンテンツではなく、ゆるっとした中から皆さんがなんかその最適解を見いだしていくっていうことの方が重要だなと思ったので、えー、この形式にしていこうと思っておりますので、今年もよろしくお願いいたします。さあ皆さんは、まず昨年ね、2022年はどんな1年だったでしょうかもう振り返りは終わりましたかあのー、改善っていう言葉がね、まあ、トヨタが作った言葉ですが、世界共通語になりました。やっぱり改善をしていかなきゃいけないわけですよ。 あの人は習慣の生き物なので、まあ、去年と同じような今年を大体迎えてしまうんだけど意識しないとね何を意識して何を改善すればいいかということをやっぱ明確にするためにはやっぱり去年1年振り返らなきゃいけないわけですよね。ちちょょっっとととと飲みぎぎたたよよななかかクラブ行きすぎたよなとか えー、もっと運動するべきだったなとか、まあその振り返りをまた改善して今年に反映させていくということが重要なことなんです。どうですか皆さん変化されましたかまあ中には何も変わってないっていう人もいるかもしれないし、何も変わってなかった人の方が多いのかもしれませんよね。えー、そんな中、2023年今年は皆さんどんな一年にしていくか決められましたでしょうかまあ僕はあの、 推奨しているのはね、毎年10個の目標を掲げた方がいいという話をしておりますが、皆さん掲げられてましたでしょうか、えー、昨年末にインスタライブでやったあのライブ配信がすごい回りまして、あそれだけみんな目標設定の大切さを分かってるんだなって、もう僕もあの再認識しましたし、ぜひ皆さんね、2023年をどんな、今年をどんな1年にしていくかということをね、まず目標を決めなきゃいけないわけですよね。ぜひやってみてください。 まあそんな中ですね、僕自身が今年これぜひやってみられたらどうですかっていうおすすめなことがありますから、ぜひ皆さんやってみてほしいんですよね。いや、これ僕のあの,この放送を聞いているすべての人たちが絶対にやった方がいいことだったりするから、ぜひ参考にしてみてほしいんだけど、それは何かっていうとね、SNS なんですよね。皆さんが商売をしているサラリーマン、主婦の人、いろんな人いると思うんだけど、SNS ってめちゃくちゃ重要なんです。 でこれなぜ重要かっていうとですね、皆さん情報資産って言葉をご存知ですかまあ今までは土地とかマンションとか車とかまあそういう不動産みたいなものがまあ資産だったわけですよ。株とかね、ビットコインとかまあこの資産が今情報資産という形に変わってきてまあそういう土地も資産価値としては残るんだけどまあ例えば SNS のフォロワーみたいなものも資産としても認識されているってことなんですよね。 えー、SNS っていうのはソーシャルネットワークサービスの略ですが、まあ、の6時の隔たりって言葉があってねあなたの友達の友達のその友達のその友達6世代先まで行くともう世界中の人とつながれると言い方を変えれば例えばエグザイルと友達になりたいんだったら6世代以内に必ずいるよみたいなことだったりするから結婚相手がいないんではなくてその6時先まで伸びていってないとかビジネスパートナーが見つからないのも 一時とか二時で止まってる。友達の友達の友達の友達行ったらもうとてつもないやつに出会えたりするわけでしょう。そんな、たった一人との出会いで人生って変わるわけですよね。そんな出会いをプロデュースしてくれるものがこの SNS なんですよ。しかもなんと無料なんですよね。ほんとたった一人との出会いで人生っていうのはバゴンって変わりますから、まあそんな出会いとかね、ご縁みたいなものをプロデュースしてくれるものがこの SNS だったりします。 あのー、まあ、ね、えー、アメリカだったかなどっかの大学の論文で、1000、えー、人のファンがいたら一生飯が食えるみたいな記事が上がったことがありました。千2000年ぐらいの時かなえっ、ー、と、1000人のファンがいれば、フォロワーじゃないでしょあなたに1000人のファンがいたら、飯が食えるって言ってるんです、一生。そりゃそうですよね。鬼滅のファンは鬼滅のグッズを買い続けるでしょうし、スラムダンクのファンはスラムダンクのグッズを買い続けるわけですから、 あなたに、まあ、ファンみたいな人たちが1000人いれば、一生まあ、まあ、おまんま食うのに困らないわけでしょまあ、ファンというかですね、違う言葉で言うと、コアファンっていう、まあ、ロイヤルユーザーっていうんですか、もうとにかくコアファンを作っていく。まあ、昨年はファンベースという言葉が非常に流行りました、僕の周りでも。 そのファンベースっていう、もうあなたの,そのコアファンをどれだけ作っていくか、そんな村みたいなコミュニティをどれだけ形成していくかっていうことがすごく重要なことですよね。まあ人脈っていうのは英語にするとネットワークですから、たくさんの人々をネットワーキングしていく。そんなね、SNS ってすごく重要なことだと思うんです。まあそんな中ね、あの僕はこの SNS は自動販売機だと思ったらいいと思うんです。例えば私は今スキルがない、売るものがない、何も能力がないっていう人もいるかもしれません。 だから何をしていいかわからないっていう人もいるかもしれませんがあなたが何者であってもこれから何をしていくにしても人脈って大事じゃないですか要は街中に空っぽの自動販売機を先に設置しましょうと売るものないですよそこには何も並んでないわけだけど自動販売機をもう日本全国に設置が終わってしまえば例えばそこにそこにねポカリスエットを置けばポカリスエットが売れるわけだしオロナミン C を置けばオロナミン C が売れるわけですよね まあ、売るものを先に考えるんではなく、まずその人脈ですよね。ネットワーキングしていく。自動販売機を街中に設置してしまえば、何だって売れるじゃんってことですよね。だから皆さんが何者であっても何をするにしても、この人脈っていうのは必要なことだから、SNS を頑張ってみたらどうだってことなんです。この SNS を頑張ってコアファンを作っていくと何が起きるかっていうと、 24時間自動で働く営業マンができるってことなんですよね。どうでしょう皆さん、24時間自動で働く営業マンができたら最高だと思いませんかあなたが寝てる間も、映画を見てる間も、旅行してる間も、恋をしてる間も、勝手に人脈が増えて、勝手に物が売れて、そういうオートメーションにしていけたら最高ですよね。 まあ僕も自由に憧れて今活動していますからさらに自由度を上げていくためにはやっぱりお金と時間のバランスが必要なわけですよお金と時間というのはトレードオフだから、まあ、バランスが重要じゃないですかそんなお金と時間のバランスを整えていくためにはやっぱりなんか仕組み化していく自動化していくスキーム化していくってことは重要なことですよねそんな24時間自動で働く営業マンを作っていくってことが SNS を頑張るってことだと思うんですそんな中僕はこの SNS を頑張るって決めたものがあるしこれもう この僕の放送を聞いているすべてのあなたも絶対頑張った方がいいと思っている SNS があります。まあ今 TikTok 確か伸びてますよね。まあ今 YouTube は加工しています。まあ SNS にあってよってこう特色があるんですが僕が一番頑張った方がいいと思っているものはやっぱり Instagram なんですよね。Instagram っていうのはもうプラットフォームとしても優秀じゃないですか。今 Instagram からものを直接購入したりとか美容室の予約ができたりとか。 もう一つのプラットフォーム化していますよね。ただ、S、写真の SNS ではないわけですよ。まあ、日々、インスタグラムも成長して進化していますから、アルゴリズムが変化しています。今日はちょっとその話はしませんが、あのー、まあ、ちゃんと理解して、ちゃんとやっていけば、とてつもなく伸びる可能性があるわけですよね。 あの今年はですね僕が運営しているオンラインサロンライハー研究所の中でももう特筆してこのインスタグラムをパワープッシュしてみんなで伸ばしていこうということを頑張っています俺も今年はもう数万人さらにフォロワーを増やそうと思っていますし一つのプラットフォームとしてインスタグラムで面白いこといっぱい考えていますからぜひね皆さんも概要欄からたどっていって僕のインスタとフォローしていただいて構いませんし あの気軽にね、コメントとか DM 欲しいです。もうそういう SNS ってのはそういうものですから、緊張するなんて思わないでください。もう皆さんからの DM とかコメント、本当に嬉しいし、それが励みになりますよね。まあ今年から毎日更新をインスタグラムをやっていこうということで、ものすごくパワープッシュして、ものすごく力を入れようと思っています。まあきっとまた1年後、この僕の放送を皆さんが見たり聞いたりしてる中で、いや、リンダは本当にやりよったなってところまで行ってやろうと思ってますので、ぜひ皆さん、あの僕のアカウントも注目しといてください。 皆さんもぜひ、ね、インスタグラム学びたいなって思う人はもちろんもちろんうちのサロンに入っていただくのもいいですし、まあ、たまにちょろちょろ情報は出していますからいろんなところで情報を取りながらアルゴリズムを理解してやっていってほしいんだけどインスタを伸ばすために大事なことはですねフレームワークをしっかりと作るってことなんです、まあ、フレームワークっていうのはまあ骨組みですよねよし今日から頑張って投稿しようなんてやっちゃダメですまずあなたはな誰に向かってそのコンテンツを配信して どんなコンテンツを配信して、どれぐらいの配信頻度でどれぐらいのキーワードをターゲットにしていくか、みたいなことを、まあ、きちんと骨組みを作ってからロケットスタートをしていかなきゃいけないわけですよね。このフレームワークを作るっていうのはすごく難しいことだし、すごい時間がかかるわけです。まあ、今僕は SNS のコンサルもやっていますが、ここのフレームワーク作りにものすごい時間とお金を、まあ、割いているわけですよね。皆さんもこのフレームワークをしっかり作らないと、 たくさん投稿すればするほどどんどんお客さんが離れていくということがたくさん出てきますから、このフレームワーク作りっていうのをしっかりとやっていってほしいなと思っております。はい。それでは今日の話をまとめていきましょう。今年はインスタグラムを強化すべしということです。 これ、あの、ポジショントークでも何でもないですからね。絶対みんな頑張った方がいいですよ。まあ今ちょっとツイッターも乱高化しちゃってるし、まあインスタを今は頑張る時期だな。確かに TikTok も伸びてますよ。まあショートムービーもやった方がいいんだけど、インスタのリールとかもどんどんアルゴリズムが変わってきてしまってるし、やっぱりフィード投稿ってすごく大事だなということを今再確認してる中です。だから、だからこそインスタグラムってのは何なのか、今どういうアルゴリズムで動いてるのか、そしてフレームワークはどう作っていけばいいのか。 この背骨となる根幹となる部分をしっかりと習得して対策してから。 バーンとコンテンツ作りを毎日やっていくってことが重要なのでぜひねまずやっぱり学ぶ情報を取るってことが重要ですよねまあゴルフなんかも最初のスイングありきじゃないですか最初がもう変な癖がついたらもう癖を抜くのが大変だったりするわけだから最初になんだろうなそのトレーナーに習ったりするわけですよねまあそれと同じように SNS 運用だっていきなりバーンとやるんではなくてまず最低限の基礎知識っていうのはつけてからやった方がいいと思います まあこれからこの放送でもそういった情報も皆さんに配信していきますので今年2023年もよろしくお願いいたします1日30円で学べるオンラインサロンライフ研究所1年後の未来をより良くするための動画や音声コンテンツを配信していて過去配信したコンテンツもすべて視聴可能となっておりますぜひこちらもご参加くださいそれでは今日も素敵な一日をリンダマンでしたまったねー